獣かよ。あれがバルキリアの力か。拠点の制圧には成功したけど、味方の被害が甚大だな。拠点を維持することは困難だろう。後方部隊に支援を頼もう。はい、隊員たちを集合させます。アリシア！アリシア！バカな、一体どこから。迂闊に動くな。今はアリシアを連れて撤退するんだ。隊長、行くぜ。早くアリシアを。アリシア！14章ナジアル海戦後編。アリシア、幸い急所は外れていたようだが、意識不明の重体か。隊長、行こうぜ。ここに俺たちがいてもアリシアにしてやれることは何もねえ。今は押し寄せてくる帝国軍を何とか食い止める方が大事だ。ああ、分かった。また来るよ、アリシア。ギュンター少尉、ちょっとよろしいでしょうか。ん？ああ、なんだい。その、できれば二人だけでお話できればと。よし、じゃあ俺は先にタイに戻ってるぜ。すまないラルゴ、出撃の準備をしておいてくれ。申し訳ありません、お時間を取らせてしまいまして。ああ、どうしたんだい。実はメルキヨット軍曹の体内から摘出された銃弾を調べてみたのですが、その銃弾は帝国のものではなく、ガリア軍の狙撃銃のものだったのです。なんだって。しかもまだ一般には渡っていない新型狙撃銃の特殊な弾丸で。それじゃハリシアは味方に狙撃されたというのか。断定はできませんが、その可能性が高いかと。なぜだ、なぜアリシアが味方に撃たれる必要があるんだ。まったく役立たずどもめ、おめおめと帝国軍に遅れを取り寄って。お言葉ですが将軍、バルキュリアが相手では戦いになりません。ここは一旦後退し、バルキュリアを撃退する戦術を考えるべきです。黙れ黙れ。後退などしたら中部方面軍司令官であるこのわしの指揮能力が疑われるわ。明日正午再び総攻撃を帝国軍陣地に加えよう。撤退は許さん。将軍。くどいぞバーロット、探れ。このままではガリア軍は全滅してしまう。どうしたら、どうしたらいいの。
軍に次ぐ。今すぐ武器を捨てて降伏せよ。さもなくばこのナジアルは血に染まる大地と化すだろう。バルキュリアだというのか。バルキュリアは二人といらぬ。消えろ。Come on.